ブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は博多駅前で気軽にお酒が楽しめるお店、港庵にお邪魔します。博多駅から歩いて5分、ビジネスホテルやマンションが並ぶ通りに面した港庵。広々とした店内はサラリーマンや観光客の憩いの場となっています。店主のミキさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらはどんなお店ですか？仕事帰りのサラリーマンさんが、楽しく遊んでもらえるような、そんなお店を目指して頑張ってます。ではおすすめメニュー教えてください。はい、博多もつ鍋です。もつもいろんな種類が入ってますね。はい、まあ、あんまりこってりさせすぎたくないっていうのと、まあ、僕が食べた感じで、まあ、これが美味しいなっていう配合で、ベストバランスで入ってるわけですね。そうですね。もつもプルンと柔らかくって醤油ベースなんですけど、コクがしっかりありますね。はい、ホルモンのコクですね。それ後味はさっぱりめ、美味しいです。ありがとうございます。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、ごまさばです。ごまさば、また博多名物ですよね。はい、まあ、毎日ちゃんと自分で目利きして、それをですね、1時間以上かけて作った手作りのごまだれで召し上がっていただいています。ごまだれが1時間以上ごまをすり鉢でずっとこう手で吸っていくんで、全部手作業で、ペースト状になるまで。はい、うわ、身はすごい柔らかいんですけれども、はい、その皮目の部分はちょっと食感もありまして、はい、そのサバの旨味に負けないくらいごまペーストがしっかりと濃厚で愛情を感じました。はい、うん、こだわりの詰まったごまサバと爽やかな焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。はい、博多駅の近くでリーズナブルなお酒とお料理をご用意してお待ちしております。よかったらぜひ一度、足をお運びください。ではミキさんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。